出てこいって言ってんの。俺一人で喧嘩するんかよ。なあ、お前一体どこ、あ、お前何、お前ヤクザかこら。ヤクザじゃない。お前どこ、お前やったのかヤクザ。え、嘘つくなこら。連絡します。え、連絡するじゃなくて、そういたんだりじゃんでいいけどよ。なあ、ごちゃごちゃ言うなよ。なあ、大野美ちゃん聞いてないよ。言ってるだろ。いや、ホープさんさ、話普通にしようよ。ああ、いいよ。ホープさんが最初に、うちの、わかんないけど、ニコ生の時はさ、ホープさんと。いや、そんなもんいいんだよ。お前、話聞いてくださいよ。話聞いてくれ。ホープさんと普通にニコ生の時普通だったでしょ。ただ、ホープさんが最近乗って、うちのツイッターに来たりとかする時にコメントするんで、俺、その時は普通にリスナーとして集まってるわけですよ。そうですよ。で、ホープさんがいろいろ貸すやらないやろ。だからそれはよな、でかい声出したくないからあんま出さないけど、それはな、お前が言ったことだろ最初に。お前前の時なんつったよ。じゃあホープさんはなんで俺の話題を出したの。それで聞かれたからよ。だから俺はホープさんに対して言ったんじゃないよって言わなかったって。ホープさんに言わなかったですか。俺スカイプ通話の時にホープさんに言ったんではなく、リスナーさんのコメントでホープさんがこういうことを麻雀大会の時言ってましたと。ただ俺はその放送を見てない。でもお前違うじゃんか。違うから俺はそういう、あ、だから元組長ではないですよっていう、その話はした。その話はそのリスナーにも言った。俺その時元組長っていうのは、だからその時はふかしで D プラスでやる前に、それはふかしですよっていうことを言わなくてはいけない、いけないから。もちろんそれはふかしだったから嘘でしたよ。お前シャープ言ってんな。やってないなあ。じゃあ呼べよ僕。言ってない。やってないですよ。でもお前どう文句言うなよ。じゃあホープさんもじゃあ出さないでください。何をよ。俺の放送に来て、じゃあそういうカッコンとかやめてください。何をよ。だからそれはお前が言ってたからカッコンだだけだろ俺は。あ、そうなんですか。ああ。じゃあそうならいい。な、こんなこと言わなかったら俺からお前に何か言ったことあるかよ。いや、わかんない。なあ。いや、わかんないってどういうこと。それがきっかけだったら、ただ。それがきっかけだからよ。麻雀大会の時に、麻雀大会の時にホープさんもそういう話をしてたと。俺はわからないですよ、事実。それを見てないから。リスナーさんから聞いた話で俺は対応してるから。じゃあ自分で確かめてから文句言うなら文句言え。俺はホープさんに文句言ったんじゃないって、俺スカイプでも話しました。じゃあ誰に文句言ったのお前。文句ではない。リスナーさんのコメントに対して俺は話したんだよって。ホープさんこういう風に言った。何お前ピキってんのかこれら。ピキってないでしょ。どこがピキってんの。じゃあでかい声出すなよ。でかい声出すならそんな出てこい。出してんじゃないの。ホープさんが出してんじゃないの。じゃあ喧嘩するなら出てこいじゃん。喧嘩するなんて言ってねえじゃん。できねえんだろ。言ってねえじゃん。できねえの。できるのか。言ってねえ。じゃあできるのかって聞いてんだよ。バカらてんのはいいんじゃないの。おじゃあでやろうぜ。なんでやらなくちゃいけねえんだよ。え、なんでやらなくちゃいけねえんだよ。何。いや、個人間ならさ、それはさ、放送とか全く関係なく個人間で話してるんだったら、ね、それは話せる話だってあるわ。だから話すよ。ね、組が嘘だ、組が嘘だって言われる。俺だってさ、ね、別にそこにプライドがあるわけじゃないよ。ただ事実は事実だから話すわ。それを八つ当たりと言います?どこに八つ当たりした?理解できんな。お前、なんか、わかんない。ラグあんのかお前。1年前ぐらいのコメント?あれ?消えろ。めんどくせえ。バカなんだろ。まあ、こういう時わかるよね。鬱陶しいやつ。反省してるの。何を?何反省してるって。話がわからんから何に対して反省してる。ちっちゃ、反省してるのって何を反省すんの。頼むからちょっとさ、死後頼むわ。あ、動画に撮ってるから、後でホープさんも見るから、別にどうでもいい。何を反省してんの?バカじゃねえの、おめえ。首吊って死ね、タコ。別に動画に撮ろうが別に何もないんだけど。あ、事実に基づいて話してるだけ。バカじゃねえの?あ、わけわかんねえな。反省。
反省じゃないもんね。謝罪って別に反省することだけじゃねえでしょ。何言ってんの。そのことについては、だからさっきも説明したけど、まさっきね、さっきも俺ホープさんに話したけどさ、ね、ここでも放送でも話したよ。ホープさんがそこで誤解してね、ホープさんがそれで傷ついたっていうかね、あの気分害したならそこは申し訳ないよ。俺ホープさんにも放送、俺の放送に来た時に俺それ言ったんだよ。それをまた同じこと言っただけ。それは悪いと思うから、自分が誤解させてね、気分害したなら悪いよって、うん、反省とかじゃねえんだろ、うん、お前俺も行こうか、喧嘩売ってるならは、うん、出てきたよ。こういう気違いも出てくるんだろうな。マザッチ来れば、うん、来いよマジ。ただその代わり俺ね、いい方法あるから、お前が来た際に帰ってくださいねって言って帰ないでいた場合はね、住居侵入なので、あなたは。あった？俺ホープさんにも言ったけど、うん、帰れって言って帰れなかった場合住居侵入だからね。大丈夫？うん、こっからここは入らないでください。用事があろうが何しようが、俺が用事がなくて帰ってくださいねって言って帰れなかった場合は住居侵入ですよ。大丈夫？それでもいいなら、あ、警察とか怖くないんで。いや、怖いことないじゃん、普通に。マサッチ、あなた悪いことしに来ないもんね、だって。うん。悪いことしに来るんじゃないでしょ？怖くないよ、それは当たり前でしょ。俺だって怖くないよ、別に。悪いことしてないもん。懲役経験者なんで。あ、おい来たよ。ちぇ、やばいの来た、やばいの来た。これ、マサッチはやばいよ。懲役経験者だから、警察怖くないですよって言ってる。これ、危ないから、犯罪を犯す。いや、犯罪を犯すよ、こいつ。懲役経験者だから、懲役なんか怖くないですよ。警察怖くないですよ。危ねえよ、こいつ。こうやつ危ない。これ、危ない。うん。危ない。ああ、そうそう、これが自慢だよ、マサト。これが自慢。これが自慢だからね。わかる？別に刑務所の話を何をしようが、それは自慢ではない。こうやつ自慢。警察、怖くねえよ。俺、懲役行ったことあるから。これ自慢ね。まあ無理や、こいつ、うん、目の前で同じこと言ってね、もう言えるよ別に。俺マサッチ、分かんないけど、俺ホープさんと話した時やって、別に話せ、普通に話せるよ。相手が頭に来てでかい声出してどうこうって、俺だって出すよ。それは出したもん。ただ冷静に話して、話す時は話すだけだろ、マサッチ、うん、お前のちょっとツイッター見させてもらうけどさ、まあ、大したツイッターでも何もないな特に何もないし、うん、あ、ジローいらっしゃいね、うん、そうそう、経験してるなら警察のお世話にならないようにするんだけど、止まってんの、うん、止まってんだよ。まあ、かわいい。なんかあったのっけ？あ、ホープさんが来たんだよ。うん、ホープさん来て、話して解決。うん、レレの霊いらっしゃい、ね。あ、アマちゃんもいらっしゃい。うん、あ、ユーユーもいらっしゃいね。バキューもいらっしゃい。ツイッターで戦闘力確認。違う違う違う。どんな人間なのか知るために。だって俺リスナーのことなんて知らねえじゃん。
でもってリスナーに慰めてもらう枠？慰めてもらうも何もないよ。俺は放送でやってたこと同じことやってるだけだけど。うん。ホープさんが前に来た時に詫び入れたのもそのままだし。同じことだと思うけどね。だから俺、やましいことねえんだっつうの、別に。違う？やましいことがねえんだから、やましいことがねえのにさ。あ、三者 NG に入っとくよ。じゃあな。こういう時リスナーがどんな人間かわかるから、面白いわ。本当に。僕も見たこと、だから俺がやましいことあるならね、俺は単独では別に悪いことしたと思ってねえもん。ホープさんにも説明したし、前にリスナーに説明した通り、リスナー、ね、その放送にいた人間は知ってるけど、そのリスナーさんが聞いたことに対して、こういうこと言ってましたよ、ああいうこと言ってましたよ、このことについては事実なのか事実じゃないのかっていうことに関して答えただけ。俺は別にホープさんに言ったわけではないっていう。ただホープさんは自分に言われた、自分が言われたと思ったと。その動画を見てね、俺に言ってんだろ、俺に文句あんだろ。いや、ホープさんに言ったわけではない。リスナーさんに言った。俺は一貫して変わってない。今日も同じこと言った。ただそれで気づいたのね、ホープさんが謝るって言ったら、そこはホープさんに気づいたならごめんなさいと。それだけだろ。簡単だろ。以上。違うか。普通だよ。それをネット上で言われたか直接言われたかの違いなだけで。俺はネット上でもそれは詫び入れてんだから。そうだろ？それで気づいたらすいません。俺は言ってるよ。今日もそうだよ。同じ。何か一貫性がないんだったら言ってください。言うことねえだろ、どうせ。どうせさっきから、さっきから何人か NG 入れた人間だけだろう。まあ、煽るリスナーは所詮そこまでだよ。煽っても何も起きねえんだもん。だからさっきのね、なっけ？マサってだっけ？こうやつとかさ。マサ NG じゃないよ。あ、ヒーロー見えてなかった。ごめんな。んなもんだよ。